皆さんこんにちは。今回は予約商品のご紹介です。2023年8月10日入荷予定、田中モデルガンコルトポリスポジティブスペシャル4インチサードイシュー R モデルヘビーウェイト。ポリスポジティブスペシャルに大掛かりな改修を行った R モデル。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので応援のほどよろしくお願いします。サイズ全長241mm、 重量 500g、 相談数6発、3パチスペシャル発火カートリッジ6発付属、使用材質ヘビーウェイト樹脂、黒染め、亜鉛ダイカスト、フレームタイプコルトロング D フレームラウンドバット、 7mm キャップ火薬仕様、セミオート単発発射のみの発火式モデルガンになります。1907年にニューヨーク市警の要望で誕生した32口径仕様のニューポリスに安全装置ポジティブロックが組み込まれ、ポリスポジティブにアップグレードされました。同時に3パチスペシャル仕様のポリスポジティブスペシャルも作られ、このモデルは軽量な警察官用リボルバーとして人気を博しました。後に D フレームと呼称されるコルトポケットサイズ系列の中でも75万丁という生産記録を誇るポリスポジティブスペシャルは、20世紀初頭における米国の警察用リボルバー市場をほぼ席巻しました。当時のコルトのカタログによれば、最高にコンパクトで軽く市場に出回っている中でも最も強力なポケット&ハウスピストルと説明されています。田中ワークスはモデルガンとして販売していたポリスポジティブスペシャルに大掛かりな改修を行い、再現性、耐久性、作動性を向上させた R モデルとして生まれ変わりました。以前のモデルで問題だったコルトメカを忠実に再現したために発生するシリンダーロックアップ問題、トリガーの動きとシリンダーの回転とのタイミングが変化する症状も、強固なプレス製とダイカストの2ピース構造に変更されたリバウンドレバーによって長期にわたり作動タイミングのズレを防止します。またグリップ内部にはプレス製のウエイトが装備されたほか、外観もフロントサイトやリアサイト部分の反射防止光やトリガー前面のセレーションも追加され、1960年前後のサードタイプのディティールを忠実に再現しました。その他の内部部品の噛み合わせも見直しが入り、100年以上前から続くコルトダブルアクションリボルバーのメカニズムを体感していただけるモデルとなっています。リボルバーの進化に大きく寄与してきたコルトの歴史の中で、小型ダブルアクションリボルバーの完成形と称されるポリスポジティブスペシャル、モデルガンファンのみならず多くの方に手に取ってほしい一品です。模型パドック販売価格は32,800円税込み。さていかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。なお発売予定日や仕様は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。今回は2023年8月10日入荷予定、田中モデルガンコルトポリスポジティブスペシャル4インチサードイシュー R モデルヘビーウェイトのご紹介でした。ご予約ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録高評価コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。